さてと、Yesterday Once More、Carpenters が、リリースしたものですけどね、Yesterday Once More という歌を使って、英語の発音の仕方を説明し、そして一緒に発音の練習をしたいと思います。Now and Then というアルバムに、収録されてますね。これは1973年に発表されたものです。キャロリン・カーペンターが23歳の時ね。それでは早速、キャロリン・カーペンターの実際の歌声を聞きながら練習してみます。それでは、ちょっと前回のビデオではものすごく大きな音になってしまった。僕にはね、これ、どのぐらいの大きな音かわからなかったんです、さっきあの時はね。で、今回は音を下げていますね。はい。When I was young, I'd listen to the radio. もう一遍聞きます。はい。When I was young, I'd listen to the radio ですね。まあね、When I was はいいですよね。I'd listen ですよね。ドとルがくっつくとき、ドレがちょっと難しいですね。日本語式にドリにならないようですね。I'd listen ではちょっとまずいですね。I'd listen。これは L の発音、L ね。L の発音が正確にできていれば、I'd listen とうまくなるんですけどね。I'd listen。これは R みたいに I'd listen となったらおかしいですね。I'd listen ではないですよ。I'd listen ですね。I'd listen。When I was young, I'd listen to the radio ですよね。そして、Waiting for my favorite songs ですね。このね、waiting 本来は waiting まあなんていうかな。waiting さてと本来はね、正しい正式なというかね、標準的な英米の標準的な発音では waiting または waiting ね、でこういうふうに発音記号で書かれますが waiting んの発音なんですよね。 waiting これはね、方言とかちょっとね、中より下の階層の人たちはよくねこういうふうに発音するんですが、普段からで waiting ね、 waiting というふうに。でも歌手がねわざとこっちの発音で歌うときがあります。普段はこっちの発音して waiting って言ってる人でもね、歌うときだけは waiting っていうぐらいに発音する人が結構いるというのは、それが普通みたいですね。歌の場合はこういうぐらいに歌った方が綺麗に聞こえたり、あるいはリズムの関係上そうする必要があるんでしょうね。で、まあともかくキャロリン・カーペンターはここでもやっぱり waiting と発音してますね。下の発音ね。さてと、Waiting for my favorite songs ね、Favorite songs こういうふうにね、 favorite songs、 この favorite songs、 favorite songs、
一つだけ発音するとフィーブリッド、フィーブリッド、はっきりと発音、はっきり発音するとフィーブリッドソングス、フィーブリッドソングスですけども、これをくっつけるとフィーブリッドソングス、フィーブリッドソングス、これはかなり限りなく消えてるように聞こえますね。かといって全く消して発音して favorite songs って言ったらおかしいですね。favorite songs ではなくて favorite songs、 favorite songs だね。消えてるように聞こえながら実は本当に消えてるわけじゃないですよね。favorite songs、 ゆっくり言いますよ。 favorite songs、 もう一回いきますよ、ゆっくりとね。もしね、全く T がないと、この T が全くないとしたらどうなるか。Favorite songs, favorite songs ね。すなわち、T が全くないとしたら、favorite songs, favorite songs。とのように、これは上にくっついてないんです。favorite songs, favorite songs なんですよ。すなわち、もし T がないとしたらね、favorite って言ったときに、次のすのときに、すの前でね、これはチューブラリング浮いてるんです。わかりますか ?favorite songs ね。T がない場合はそうです。ところが、T がある場合は favorite songs。ちょっと大げさにね、汚い口で申し訳ないけど、こういうふうになるんです。favorite songs。favorite songs。大げさに言うとです。大げさに実演するとこうなります。で、もし T がなかったらどうなるか。favorite songs。favorite songs。大げさにやってますよ。わかりやすくするために。T がなかったらどうなるか。favorite songs。すなわち、favorite の後に、これは、下の方に、このベルは下の方で休んでるんです。favorite songs。もうちょっと大きな口を開けてみます。favorite songs, favorite songs ね。それが T がないんです。次、T がある場合、favorite songs, favorite songs, favorite songs。だからどうなるか。favorite songs。だから、favorite songs って、songs って上にすると、この状態から次にすがくっつくからまるでつというふうに言ってるように聞こえるんですね。わかりますか ?favorite songs, favorite songs, songs に、限りなく songs に聞こえるんです。song ね。それから、口がつって言ってないけども、口はつの、つ、つを言うかのような口をしてるもんだから、これが生きてるんです。その後にすが来るから、つになっちゃうんですよ。じゃあ、まるで、songs のように聞こえます。favorite songs, favorite songs, favorite songs ね。まるで、ちょっとだけ、songs と言ってるようにね。ね。songs ね。ts。ONG ね。まるで songs って言ってるように聞こえるわけですよ。これ、TS ね。songs って言ってるんですよ。favorite songs ね。そういう風になっても別におかしくなんでもない。当然ですよね。to を言おうかなという口をしてるんですよ。favorite。to を言おうかなでもやめとこうっていう感じね。favorite。それで songs というわけです。それで favorite songs。でちょっと早く言うと favorite songs になってもおかしくないです。でもそこまで強くは言ってないですよね。キャロリン・カーペンターの声を聞いてても favorite songs, favorite songs ちょっとね軽いですね。でも決して favorite songs になってはなってない。あくまでも favorite songs だからちょっとだけねソに近くなってくるんですよ。ソに近くなるんですね。理屈を言うとそういうことになります。でも、一番いいのは感覚的に聞いたまんまで発音するのはいいんですけどね。だからといって、to は全く聞かえないような気がするからといって、favorite songs と言ったら変ですね。
favorite songs なんですよ。だからもうちょっと早く言うと favorite songs、 まるで songs って言ってるように聞こえるわけですよ。そこまで強くはないにしても、ちょっとそれはさっきの大げさでしたけどね。 favorite songs、 songs、 favorite songs、 favorite songs、 ね。でちょっとキャロン・カーペンターの声を聞いてみましょう。ね、かすかにね、favorite songs、favorite songs、favorite songs なってますね。でね、もうちょっといろんな英語ネイティブの発音を聞いてみたらいいんですよ。ちょっと早く発音してるときどんな感じに聞こえるかね。favorite songs、favorite songs、favorite songs。次いきます。When they played, I'd sing along. When they played, I'd sing along. もう一遍いきますね。今はちょっとかなりキャロンは小さい声で歌ってるからね。で、だん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 この曲が進むにつれて大きな声になっていくんですけどね。今はちょっとあまり大きな音になったら困るから音を下げてますけど、あんまり聞こえないかもしれないけど。When they played, when they played, I'd sing along ですよね。もう一遍いこう。When they played, I'd sing along. これもね、さっきのと理屈一緒ですね。これ、さっき言ってた favorite songs のちょっと素がくっついてね、favorite songs がなんとなく songs に近づいてくる。完全にそうなるわけじゃないけどね。とにかくあくまでもこれは favorite songs だから、時にはくっつくときは songs に聞こえるときがあるわけだよ、時にはね。で、I'd sing along も同じです。ね。do とすがくっつくからね。I'd sing along when they played, I'd, when they played, まず、ちょっと待ってね。I'd sing along ね。I'd, sing along ですね。で、when they played, I'd sing along。この場合にもね、I'd,sing along とは言ってくれないんですよね、なかなか。だから I sing along、 まるでこれ do を全く言ってないようにも聞こえますね。 I sing along、 じゃあ言わなくていいのかとね。じゃあこういう風に言うことにしようとね。聞こえないから、じゃあ私はこういう風に発音しようとね。I'd sing along、 これ言ってないじゃないか、じゃあこれでいいじゃないかって、 I'd sing along って言ったら、向こうの人はこういう風に書き取ってしまいますね。こっちとこっちは微妙に違うんですよ、聞こえ方が。これとこれね、で、微妙な違いを今は聞き取れないでもね、正確にこの2つを、微妙な違いを普段から自分でこの2つをきっちり区別して、1番と2番をしっかり区別して発音していれば、聞き取る時もね、2つ聞き分けることができるようになるんですよね。自分で発音し分けることができれば、いずれは聞き分けることもできるんですよ。 R と L がもうそうです。 R と L はじめは全然聞き分けられなくても、自分で発音正確にやってるうちにだんだん聞き分けられるようになってきますね。でこれもね、1番は I'd sing along、 I'd sing、 I'd sing、 I'd sing along、 こちらね、 I'd sing along、 どう違うんだって思うかもしれません。こちらね、 I'd sing along ね、全く言ってないような気がするけども、でもね、 I の後に微妙にちょっとだけ息が止まるんです。 I'd sing along, I'd sing、 こちらね、
I sing、 息が止まらない。 I sing、 I sing、 全然息が止まらないで、 I sing along、 こっちは I sing along、 I sing along、 I sing along、 こっちは息が止まる。息が止まるだけではなくて、実はなんで息が止まるか、これが D、 I D とは言わないにしても、 I sing along、 ちょっと大げさに口を大きく開けて実践してみますね。大げさにやりますよ。 I sing along、 I sing along、 これが一番です。すなわち Do って言おうかなという口をするんです。でも言わないんです。 I sing along、 これが一番です。 Do を言おうかなという口をするんです。そして言わないんです。 I sing along、 ね、これが一番です。次2番はね、I sing along、 I sing along、 全く Do を言おうかという口をしてないでしょ。2番はその違いがあるんです。そのゆえに、だからこそこっちは息が止まって聞こえるんです。 I sing along、 I、 ちょっと大げさにもっぺんやってみます。こっちね、1番 I sing along、 I sing along、 こっちはね、 I sing along、全然息が止まらない。こっちは息が止まる。普通の速さで言ってみますね。普通の速さ。 I sing along、 I sing along、 I sing along、 同じじゃないかって思うかもしれませんけどね。まあ慣れたらできるようになりますよ。発音近い、区別できるようになるし、それから聞いても聞き分けられるようになってきます。早い場合はどっちか聞き取れなくなりますからけどね、ゆっくりやってもらえば聞き取れる、ちゃんと聞き分けられるようになります。日本語ネイティブの僕でも一応は聞き取れる、聞き分けられるし、発音し分けられるんだからね、だから英語ネイティブだったら余計なことをね、ちゃんと聞き分けてちゃんと発音し分けてるはずですよね。あ、違うわ、ごめんなさい。で、さっきのところに戻りますね。もう一遍いきます。さて次ね、 when they played もそうですね、 when they played なんですよね。実はね、 play の過去形なんです。 when they played I sing along なんですけど、 do は言ってないように聞こえてしまう。だからといって全く言わなくていいかというと、そういうわけじゃないんですよね。それもしっかりと練習をしているうちに聞き分けたりできるようになるんですよね。まあ、早い場合はもう どっちかわからなくなるかもしれませんけどもね。I played、ね、それからあと文法的にね、前後の脈絡からね、どう言ってるか言ってないかね、分かったりするわけですけども、こっちはね、I played。まあ、ゆっくり言うときはこれ、ずっとはっきり発音したらいいかもしれませんけど、I played。軽くね、でをつけたらいいかもしれませんけど、仮に全く言ってないかのように思えるときでも、I played。こっち、上はね、仮にずっと言わないとしても、I played となるんですよ。で、こっちは、I play。初めからどう言うつもりないから。だから、こうはしないんですよね。今、大げさにやってますよ。大げさにやりますよ。一番は、どう言わないにしても、どう言おうかなという口をしないといけないです。I play。となるんですよ。どう言おうかなという口をして言わないんです。I play。で、こっちは、I play。初めから言うつもりはない。I play。だから、
ちゃんとした耳を持ってる人は両方が聞き分けられるんですよ。というわけです。次言いますね。はい、It made me smile. It made me smile. やっぱり最後にドゥがくっつくかくっつかないかでね。It made me smile. 2番 It made me smile.のね、これね、これ It made me smile。 これ一番言ってるんですよね、カロン・カーペンターは。 It でもね、 It made me smile とはっきり言ってくれないんですよね。 It made me smile。 だから Do 言ってないじゃないか。じゃあ私これこっちの方しようと、 It made me smile ということにしようって言ったらおかしく聞こえるんですよね。まあしかし前後の関係からね、こうであるはずないですね。文法的におかしいですよね、これね。メインに聞こえるような単語がここにあるはずがない。だから、ちょっと変な発音してるけども、この人はこれが言いたいんだろうという上に向こうは理解してくれるでしょう。でも、It made me smile というのと、It made me smile とでは、そのまま発音するとやっぱりね、微妙に違って聞こえるんです。こっちは、It made, あのね、大げさに今から言います。1番、It made me smile. It made me smile. Do を言おうかなという口をして言わないんです。It made me smile.、ね、だから、一瞬息が止まるんです。It made me smile. 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 Made me smile.、ね、こっちは、It made me smile. It made me smile.大げさに言ってみます。1番、It made me smile. It made me smile. 2番、大げさに言うと、It made me smile. It made me smile. 初めからこれはもう、Do を言うつもりがない。全く。2番はね。1番は言おうかなと思ってる。だから、こうなってるもんだから、息が一瞬止まるんですよ。だから、あ、一瞬息が止まったなっていうことを感じるんですよ。聞いてる方がね。というわけです。思いっきり早く喋ったり、ずさんな喋り方してる人は、の場合は、もう聞き取れなくなるけども、なるべく正確に発音しようとしてる人たちの発音は、やっぱりね、聞いてみたら、一方はちゃんと息が止まってるんですよ。もう一方の方は息が全く止まらないんです。というわけです。だから、最後のドゥとか最後のクとかね、最後のプとかいうのは全く聞こえないからといって最初から言わなかったら正しくないだけじゃなくて、複雑な会話をしてるとだんだん分からなくなってきますね。向こうは分からなくなる。というわけで、次いきます。だからずさんなことしないで一応ね、これを言おうかな、そして言おうかという口をして、そして言わない、そういう癖をつけたらいいんですよね。さっきのもう一遍、さっきのに戻りますね。はい、It made me smile。 その後ね、はい、これをもう一遍繰り返しますね。Those were such happy times and not so long ago ですね。Those were such happy times and not so long ago。
これに関してはそれほど難しくないですかね。ただ口は、ま、最初は回らないかもしれませんね。Those were such happy times and not so long ago. Those were such happy times. ここまではいいですね。And not so long ago. And not so long ago. Long ago. Long ago.Long ago, long ago. Long ago.、ね、long ago, long ago. この、ぬという発音ね。これできない人が結構いいんですよね。Long ago, long ago. こっちはんーって発音ね、こっちね。で、こっちはぐって発音ね。こっちは、なぎぐげんご、こっちはね。日本語の、日本語でもね、東北地方の人だから、昔はね、東北、関東の人も東北の人も、昔はみんななぎぐげんごって言ってたそうですね。例えば、こういうことですが、って言うんですね。こういうことですが、がの時はこういうことですがとは言わない。こういうことですが、これは東北、現代でも今でも東北地方の人はそういう風に言ってるのかな、よく知らないです。でね、あの東京の人は昔は東北と同じで昔はそういうことですがって言ってたそうですけども、今はみんな 東京のあたりはこういうことですが、関西人は昔からもうこういうことですがね。もうガギグゲゴなんて、ガギグゲゴなんて言えないんですよ、関西人はね。でも東北以上の方の人はこれ発音がうまいでしょうね。 Long ago singing sing a song ね、 sing a song っていう歌ありますよね。 sing a song、 キャロン・カーペンターが歌ってますよね。 sing a song、 これね、 sing a song のんがんが、 sing a song、 これはガギグゲゴのうまいですよね。これも一緒。Long ago。何語言語ですよ。花、は、これ、ビボイン、ビボインじゃない。なんていうのか知りません。ともかく鼻にかかる。何語言語です、これね。赤で囲った部分は何語言語です。ガギゴゲゴではない。何語言語です。それから、だからね、そういう練習をしたらいいんですよ。何言語言語、何言語言語、何言語言語、何言語言語っていうのをこれ1万回ぐらい言ったらいいんですよ。で、できるようになります。それから次、go、go ね。こっちは普通のガギグゲ語ですよ。例えば、外国語。現代ではもう東京から関西に至るまで、みんなね、あの、外国語って言ってます。外国語、両方ともガガガガガなんですよね。外国語なんです、ね、両方とも硬い発音、外国語なんですよね。ところが昔の、例えば東北地方、昔の東北の、現代もかもしれませんけども、東北地方の人は少なくとも昔は外国語ね、外国語ですよ。外国語、外国語、まあもし発音記号の英語式の発音記号で書くとしたらこんな感じでね、外国語という時はね、例えば関西人とか今の東京人は外国語、両方とも外国語、両方ともグの発音になっちゃうんです、こっちね。ところが昔は外国語、今の東北人もそうかもしれませんけども、外国語、こっちとこっちは発音違うんですよ。外国語、外国語は大事ですね。外国語が大事ですね。外国語が大切ですが、なんかあの単語の間と間にね、先頭ではなくて単語の途中で出てきたときは何語言語なんですよ。
鼻にかかるんです。で先頭に来る場合です。単語の 3点に来る場合はガキグリゴだそうです。だから外国語になるんですね。外国語でも全然今は聞き取れない、あの聞き分けられない人はもう鼻にかかる発音をともかくガギ語言語をともかくあの一生懸命練習して、ね、あの少なくとも3ヶ月ぐらい練習してやればいいんですよね。さてと次いきますね。 Not so long ago ですよね。ちょっと待ってね。はい、ここまでいいですよね。次いきます。How I wondered where they'd gone。 もう一遍いきますね。その後 they'd gone。 さてと、キャロン・カーペンターはここで How I wondered where they'd gone と、これ一番のように歌ってる they'd gone ね。あ、do は聞こえないよね。だったらもう最初から言わなくていいのかなってことで、they gone と言っちゃえと。2番のように言っちゃえ。ほんならこれとこれではでも今まで何回も言ったように発音が違うんですよ。1番、大げさに言ってみます。they'd gone、they'd gone。 2番、they gone、they gone。で、大げさに言わないで、自然なスピードで言ってみます。見てみます。They'd gone, they'd gone, they'd gone。 じゃあ歌の、あの文句をそのまま言ってみます。How I wondered where they'd gone。 これが1番。2番のように、Do は最初から言わないで言ってみます。How I wondered where they'd gone。 違うんですよね、実は。その理屈は今まで言った通り。すなわちこっちはね、do は言ってない、確かにね。they'd gone とは言ってない。でも言ってないように聞こえて、実は息が止まってるから言ってんのと同じなんだ。they'd gone, they'd gone。 こっちは they gone、 息が止まってない they gone、 こっちは they'd gone。 もう一遍長い文を言いますよ。How I wondered where they'd gone。 微妙に止まってるんです。 Where they'd gone、 Where they gone。 1番 Where they'd gone、 2番 Where they gone ね、違うんです。でもまあね、2番のように発音しちゃったってね、これ文法的に正しくないから、あ、これこの人、それから前後の脈絡からこっちを言ってんだろうなとは解釈してくれるでしょう。でもね、できたらこっちは正確に発音できた方がいい。複雑な会話をしているときはね、こんのいちいち考えないとこの人の話が聞こえない、聞けないんだったらね、複雑な話なんか途切れまでやないと聞いてられないわけですよ。単純なくだらないね、あのレストランでこれおいしいなとかね、あなた好きよ、あの、付き合ってちょうだいとか言うのね、そういうくだらない話だったら、あの単純ですからね、あのまあ大体分かればいいんですよ、ね、顔何言うてか分からなかったら顔つきを見てね、あの顔つきを見たら、なんだな、ああ嫌だって言ってんだろうなこの人とかね、ああ
まあ、まあよく聞き取れないけど、まあ悪いことは言ってないだろう、まあ適当に流しておこうと、分かったようなふりをしておこうということで、分からなくても向こうの人は分かったようなふりをしてくれますよね。いちいちめんどくさいもん、それ分からないからもっぺん言ってくれって言っても、何回言わしてもやっぱり間違うんだから、今度は書いてくれって言ってもまだ間違ったことが書かれるから、もう余計分からなくもう混乱するから、じゃあもういいや、もう分かったことに分かったようなふりしとこうというふうに向こう思うから、あのな、日本人の方はやっぱり私の英語は通じてるわというのを思ってしまうんですよね。だからやっぱりできるとは正確な方がいいですね。でも別にそれは押し付けません。別にね、みんな好きなようにすればいいんですよ、うん、通じようが通じまいがその人が満足すればいいんですよ、というわけで次いきますね。 Where they'd gone ですよね。 How I wondered where they'd gone。 ちょっと待ってね、さっきのに戻りますね。ちょっとだけ微妙に止まってるの分かりますかね。 Where they gone, they gone ね。 How I wondered where they gone ね。次いきます。But they're back again, just like a long lost friend ね。もう一遍いきます。 But they're back again, just like a long lost friend. All the songs are end, just like a long lost back again, just like a long lost friend. All the songsBut they're back again, just like a long lost friend. ね。But there. とははっきりとは言ってませんよね。But there の to と the がくっつくと、to と the がくっつくと、but there というようになりますよね。これはよくある現象ですね。ね、But there とは言ってくれない。この to と the は t と the を同時に発音しようとすると、 to を消さないと、完全に消さないまでも消したような雰囲気にしないと、とてもいいじゃないことは But there と言いにくいことしかない。だから But there、 But there になりますよね。だからこれはまあ言うたら、ね、白い丸みたいな But there、 But thereThere. But there ね、大げさに言ってみますよこれね。 But there, but there, but there と言えばいいんですよね。 But there ね、 But there, but there back again. At the desk, on the desk, at the station ね、 At the station とは言ってくれませんね。 At the station、 ちょっと大げさに言いますよ。At the station、 At the station をね、 At the station と大げさ、大変だから、だから初めからも下を噛むんです。 At the station、 At the station、 At the station ね。 But they're back again ね、 But they're back again、 Just like a、 Just like a、 Just like a、just like a の時にね、 to はほとんど消えてますね。もうむしろこれ完全に消してね、この場合は完全に消しても問題ないだろうなと僕は思ってます。 just like a、
just like a ね、僕自身はもう just like a こういうふうに発音してます。それでこういうふうに聞こえますからね、何もこれを just like a just like a って言ったら口が忙しい、 just like a just like a just like a 言えるかな、 just like a。 でもね、to を言いながらやっても結局結果的にこれとこれとはあんまり変わらない。 just like a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  ね、ここの場合はもう to を消してこういうように発音しても問題ないかなと思います。 just like a long lost friend but they're back again just like a long lost friend long lost friend long lost friend ですね。L が2つありますね。Long lost friend。これを R にしちゃうと、あるいは日本語式の Long lost friend。汚いですね。汚いだけじゃなくて、もう違う言葉に聞こえてしまいますね。向こうの人には多分ね。まあ日本人の英語に慣れてる人だったら、まあしかも勘がいい人はまあ分かってくれるかもしれませんけどね。はい。But they're back again, just like a long lost friend. ね、次いきます。All the songs I love so well. All the songs I loved so well. All the songs I loved so well. ちょっともう一遍3回ぐらい聞いてみましょうか。All the songs I love so well. All the songs. これはまあ L の発音さえきちっとしてれば問題ないですね。All the songs I love. All the songs. ここまでは一応いいとしておきましょう。次。I love so well. I love so well.All the songs I love so well. All the songs I loved so well. ここで難しいのは、さてこれね。All the songs I loved so well. ね、ちょっと待ってね。今で43分も経ったのか。All the songs I loved so well. I loved so well. このね、do と do の後に s すが来るから、せわしいんですよね。I loved so, loved so, loved so well. do はどうしても聞こえない。じゃあ、初めから言わないようにしておこうか。これも、すでに何回も言ったのと理屈が同じ。Love so well。なら、初めから言わない。Love so well。まあ、うん、そうですね。Love so well。Love so well。Love so well。初めから言わないのと、言うのとではどう違うか。ああ、これについてはもう同じように聞こえるかな、僕にもね。Love so well。I love so well。I loved so well. これについてはね、ちょっとちょっと早口で言われると、もう僕自身も聞き分けられませんね。I loved so well. I loved so well. I loved so well. 同じように聞こえてしまうでしょうね、僕はね。でももうちょっとゆっくり、something I love so well. Something I love so well という場合ね。厳密に言えば、love so well. ちょっと大げさに言ってみますね。1番。love so well ね。love so well。次。
2番 Do あってすがあるから Loved so well Loved so well Loved so well だからね、言おうかな、どう言おうかなと思って言わない。でだからあこれとこれがくっついて、そうそうそうになりやすい。そうこっちはそうにはならないけど、こっちはどとすがくっつからそうそうになりやすい、そのそうに聞こえるね時あるでしょうね。まあ厳密に言えば違うということです。でも今回のこの場合はまあ同じように聞こえやすいでしょうね。僕も同じように聞いてしまうかもしれません。で書き取りの時にどっちかなって、前後の関係から結局判断するしかないですね、文法的に考えてね。まあここら辺は流しておきましょう。 All the songs I love so well。 でも自分としては一応ね、あの、Do を言ってる、言おうかなという口をしながら発音する癖をつけた方がいいですね、こんな時もね。この辺はまああんまり問題ないですかね。問題ないって言ってもね、シャラララがね、L の発音がしっかりできてないと、なんかシャラララになってしまいますね。日本語ネイティブだったらシャラララなんですよね。でも英語ではシャラララなんですね。シャラララ、every シャラララ、every whoa whoa。 あくまでも L の発音ですね。Every シャララララ、日本語式のシャラララとは全然違うんですね。シャララ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 ラリルレロなんですよね。ラリルレロという発音をする練習しないといけないですね。Every シャラララ、Every ウォーウォー。さてと、もう一度いきます。Still shines。 最後にちゃんとって言ってますね、軽く手を抜いてないんですね。もう一遍いきますよ。 Still shines。 ちょっと聞こえにくいですかね。実際にあの、はっきりとずっと言ってるんですけどね。 Still shines Every shalalala Every whoa whoa Still shinesっていう最後にずっと言ってるんですよね。次、Every shingling that they're starting to sing so fine ですよね。もう一遍いきます。When they get to the part, when they get to the part、 これはいいですかね。 When they get to the part、 で最後の part の to は聞こえにくいか、あるいは全く聞こえないかもしれません。よく耳を澄まして聞いてると to は、When they get to the partかすかに聞こえるんですけどね。When they get to the part where he's breaking her heart, when、ちょっとゆっくり言いますね。When they get to the part where he'sBreaking her heart、ね、彼が、男の方がね、彼女の、あの、彼女を傷つけてるというか、こう、まあ、捨てたりなんかして、あるいは浮気したりして、あの、男の方が恋人の彼女を
まあなんか辛い思いさせてる時、 When they get to the part where he's breaking her heart ということですね。もう一遍いきましょう。When they get to the part where he's breaking her heart、 で両方の part, heart、 最後の to はかなりかすかですけども一応言ってます。で、言う癖をつけてた方がいいね、ですよね。初めから聞こえない、初めから言わない癖はつけない方がいいですね。 Breaking her heartIt can make, it really make me cry. Just like before, really make me cry. It can really make me cry. It can really make me cry. Just like before. It can really make me cry の make me cry というふうにはそんなに強く言いませんね。make me cry くはかなり軽くなりますけども、それでも、あんまり make me cry とは言わないで make me cry、という感じですね。でも、少なくとも口はくを言おうかなという口をする必要はありますね。そうすれば一応ちゃんと聞こえるんですよね。たとえくがはっきりと make me cry と言わない、はっきり言わなくても make me cry でも、くを言おうかなという口をしたら、きれいに聞こえます。 make me cry it can really make me cry くと言ってないけども、なんか何かを言ってるな、何か言ってないけども息が止まってるなということがわかりますよね。だから ここなんか息が止まってるから、あ、くを言ってるんだな本当はというふうに分かってくれるわけですよ。もう一遍いきます。 It can really make me cry のところ、く It can really make me cry とは言ってませんね。カレンの発音聞いてても It can really make me cry、 クを言ってないじゃないかとね。じゃあ make me cry、 make me cry じゃなくて make me cry、 make me なんですよね。で全く言わないで make me って言ったらおかしいんで、 It can really make me cry だったらおかしいんですよね。今まですでに説明した通りMake me cry なんですね。息を止めて me cry、 make me cry、 make me cry、 ちょっと止まってるでしょ。 make me cry と初めからこう言わないのは It can really make me cry、 make me、 全然息が止まってないでしょ。これはおかしいんですよ。 It can really make me cry、 これは息が止まってる。だからあ、これはくを言ってるんだなということが分かるわけです。言ってない、はっきりとは言ってないけども言いそうな口ぶりをしてるな、ね、で聞いたような感じになってるわけ、 なるわけですよね。聞いてる方は、Just like before, just like before で、とははっきりとは言ってませんね。Just like before、 まあほとんど消えてると言ってもいいですかね。Just like be, just like before。It's yesterday once more。 これは問題ないですかね。 It's yesterday once more、 Should we do bad then、
シュビドゥウェンデンって言ってるのかな。ちょっとね、ここがよく、あの、後ろで言ってる声がよく聞き取りにくいんですけどね。まあ、聞き取りにくいというか、ちゃんとしたセリフじゃなくて、ちゃんとした単語じゃないですけどね。シュビドゥウェンデンって言ってるらしいんですよね。シュビドゥウェンデン。で、はい、ちょっと待ってくださいね。 Looking back on how it was in years gone by Looking back on how it was in years gone by もうゆっくり言ってみますね。Looking back on how it was in years gone by Looking back on how it was in years gone by ですね。 Looking back on how it was in years gone by ホピーに言いますね。さてと、これ問題ないですかね。Looking back, looking back on how it was in years gone by. Looking back on how it was in years gone by. そ特に問題ないですかね。Years の発音、years じゃなくて years、年月ね。years。こっちは years。ちょっと発音は違うんですけどね、うん、次行きましょう。あ、なんて言ったかな、すいません。あれ、ちょっと待ってね。あ、And the good times that I had ですね。ちょっと待ってね。And the good times that I had もう一回最初からいきます。 Looking back on how it わかんな Looking back on how it was in years gone by And the good times that I had And the good times that I had And the good times that I had And the goodTimes that I had and the good times that I had ですね。もう一遍いきましょう。ところでね、 times、標準的な発音では times それを times ってキャロンが発音してますね。もう一遍いきますよ。Times or Thames と発音するでしょ。これはね、あの、まるでちょっと南部の方の、あの、訛りが入ってるのかと思ってしまいますが、 Time とか Times はね、これね、ちょっと見えますかね。これね、これ times or times。 I というのを a というふうに発音するのは南部に多いんですけどもね。アメリカの大統領でも南部から出身、南部の方、どっちかちょっと南部に近いところから出身者はあれ、ね、大統領の演説する時でも I を a のように発音してね。 time or timeFor the first time を For the first time って言ったりね、言いますね。
じゃあカレン・カーペンターはなんで、ね、南部の人じゃない、むしろ北部の人なのになんでこんないいこと言ってるか、歌詞ではね、歌手たちはなるべくね二重母音を避けるんですよね。なるべく I という二重母音はなるべく言わないようにして、二重母音を一重母音に変えるんです、単母音に変えるんですよ。だから I を I に変えて、これ一重母音になるでしょ。一重母音って単母音ね。歌詞はそうなんですって。プロの歌詞はみんなそうするんですって。そういうことを書いてあります。例えばの話、興味ある人は、歌のことをよく知ってる人はご存知でしょうけど、この本のね、この本、最近ほんの2ヶ月ほど前にアメリカで出た本、この本のね、最後の方にシンティア・ギブというプロの歌手であり、それから役者でもある人がそういうふうに言ってます。だからキャロリン・カーペンターも別にね、南部の人じゃないけども、この複合母音っていうのかな、二重母音をなるべくやめて、単母音に変えるために I を A に変えることが多い。 I をね、Time を Time になったり、バイトをバッとなったりね、なんか愛をエンになるんですよ。だからここから今回もこの Good Times を Good Times になってるんですよね。なんで単母音に従うか、これはなんでか僕は分かりませんけどね。そういうふうになんか 歌ではそういうふうに発音しないと汚く聞こえるそうですね。次いきますね。次っていうか、ちょっと待ってね。Makes today seem rather sad ですね。 And a good、もう一回最初からいきます。 Looking back on how it was in years gone by And the good times that I had Makes today seem rather sad ですね。Makes today seem rather sad ですね。リズムさえちゃんと合えば、そんな難しくないですかね、発音はね。もう一遍いきます。Makes today seem rather sad ですよね。次いきます。これは簡単ですね。 So much has changed ですね。今で1時間超えたのか、まだ半分近く残ってる。でもあとはね、繰り返しが多いからいいです。It was songs of love that I used, なんて言ってたかな、ちょっと待ってね。あ、わかった。It was songs of love that I would sing to then ですね。It was songs of love that I would sing to them. こういうふうに言ってますね。もう一遍聞いてみましょう。It was songs of love that I would sing to them. It was song.
It was songs of love, it was songs of love that I was singing to them ですね。It was songs of love that I was singing to them。 特に問題ないですかね。ただ would sing、 これ何回も言うように do とすぐくするから would sing、 これはあたかも聞いてるかのように聞こえるけども、でも口としてはちゃんとそういう口をしないといけないですよ。 would sing のところを大げさにもっぺん言ってみますね。 would sing do とはっきり言う would sing とは言ってないけども、言おうかなでも言わないでおこう、 would sing なんですよね。だから息が一旦止まるんですよ。It was songs of love that I would sing to them、ね、一瞬止まってるんです。 It was songs of love that I would sing to them ですね。さて次いきますね。ちょっと喉乾いた。あ、もう9時だわ。早く終わらさないと。寝る。It was songs of love that I would sing to them ですね。次いきます。 And I'd memorize each word ですね。 And I'd memorize each word こういうふうに言ってるはずですね。ちょっと待ってね。これで間違いないですね。 And I'd memorize each word, and I'd do ですね。I apostrophe d I would とのことね。 And I'd memorize each word と言ってますね。で、do は聞こえないから言わないでおいたら、これは I memorize。 もし do を言おうかなと思うけども、この M によって影響されてなんか消えてるかのように聞こえるけども、 I memorize 一瞬止まるんですよね。これこの理屈は今まで何回も言ってるのと一緒。 And I memorize each word ね、正しく言う do をちゃんと言いながら言ってみますよ。 And I memorize each word 言おうかなと思って言ってないかのように聞こえる。もし初めから何にも言わないで、これ現在形のように言うとしたらどうなるか。 And I memorize each word、 もう一回言いますよ。もしこれが現在形だったら、 And I memorize each word、 最初から何にも言ってない。だから I の後に滑らかに息がそのまま続くんですよ。だから間に息が止まってない。 And I memorize each word、 これが現在形。でも I do だったらね、息が一瞬止まるんです。 And I memorize each word、 ちょっとだけ息が止まるんですね。それをそんな風に、キャロリンが歌ってるのをちょっともう一遍聞いてみましょう。はい、次いきますね。Those old memories still sound so good to me、ね、Those old memories
old memories。 これを do とはっきりの発音しないで do をもう一度飲み込んで those old memories。 do と mu がくっつくと mu に影響されて do が消えやすい。でも完全に消えてるわけじゃない。なんか言おうかな、 do を言おうかな、でも mu に影響されてちょっと言いにくいなというような感じで抑えられるんですね。でも息が止まるんです。Those old memories、 なんかこう飲み込まれてる。 Those old memories、 なんか息がの飲み込まれて消えてるかのように思うけども完全に消えてるわけじゃなくってなんか息が止まってるような感じがする。 Those old memories、 ね、Still sound so good to me、 Still sound so good to meStill sound so good to me なんですけども、 sound は Karen の発音は sand、 sand に近い発音になってますね。というのはさっき言ったように sound の sao、 青、 青という二重母音をなるべく避けたいから単母音であるかのように発音しようと sand、 sand に近いように発音してるんじゃないかと思います。ちょっと待ってくださいね。サウンドと言わないで、サウンドに近い発音してるから、ちょっと聞いてください。ほらね。サウンド、still sound so、still sound so、まるで、サウンド、その、砂ね、砂。ここに書きましたね。サウンドと言ってるんですよ。 Those old memories still sound so good to me、 これが正しいんです。でも歌だから二重母音をなるべく避けたい。だからまるでサウンドと言ってるように聞こえる。砂って言ってるからね。 Those old memories still sound so good to me、 まるで砂って言ってるからね。サウンドをまるでサウンドのように歌ってるから、じゃあ、まあ、もう一遍聞いてください。Those old melodies、 さっき memories って言ってしまったけど間違いだったね。 Those old melodies、 melodies って言ってるかな、メロディーズ、メロディーズが本当は正しい発音なんですけども、歌だからちょっとね発音を変えてる場合がありますね。メロディーズ、まるでねメロディーズって言ってますね、キャラのね。メロディーズが、辞書によるとメロディーズが正しいんですよ。メロディー、メロディーズ、それをメロディーじゃなくてメロディーズ。ちょっと長いからね、そのなんていうのは、なんていうの、音がたくさん取ってあるから、だから長いからメロディーズっていうよりもむしろメロディーズって言った方が綺麗だから、そういう場に変えてるんでしょうね。そういう場に歌ではね、わざと普段の会話とかの正しい発音とは違った発音に変えてる時がよくありますね。今回のこれもそう、メロディーズだったらちょっとね長すぎる、だからメロディーズという場にせざるを得なかったんですよね。もう一遍聞いてみましょう。メロディーズって言ってるから。ほらね、2箇所変えてるでしょ、普通の発音とは。メロディーズ、メロディーズ、メロディーズが正しいのに、メロディーズと言ってるんですよね。わざと変えてるんです。次、サウンドをサウンドと言ってるんですよ。もう歌だから、ちょっと普通の正しい発音とは違って、わざと、発音しないといけなくなってるわけですね。 Those old melodies still sound so good to me のように発音してますね。もう一遍聞いてみます。Those old melodies still sound so good to me ですよね。そういう風に歌ってます。次。
And they melt the years away ですよね。And they melt the years away. And they melt the years away. And they melt the years away. And they melt, melt the years. Melt the が、to the, to the が、melt the ね、to とだがくっついちゃう。Melt the, melt the at the station と一緒ね。At the station とは言わないで、at the station。Melt the station と言わないで、melt the station。もう、とはもうほとんど消えちゃってると。ほとんど、もう全く、もう無視でもいいぐらいですね。Melt the years, melt the years, melt the years, melt the years. でも、言おうかなというような口をするから、やっぱりちょっとだけ息が止まるのかな。Melt the years, melt the years ね。もし初めから無視してたら、初めから to を無視してたら、melt the years になるでしょ。言ってることわかります？ melt the years。melt the years は、melt の後にちょっとだけ息が止まるんです。melt the years。melt the years。ちょっとだけ息が止まるんです。melt the years。ところが、完全に t をなくしちゃって、息を止めなかったら、melt the years になるでしょ。僕の言ってることはこういうことです。ね、こういうふうに言ってるんですね。And they melt the。And they melt the years away って言うでしょ。で、melt the years, melt the years. これは正しく melt the years。これは melt the years とは言わないけども、でも、息が一瞬止まるんです。melt the years ね。melt the years。あ、melt の後に to を言ってないけども、息が止まってるなってわかるんです。melt the years。ちょっとだけね、息が止まってるでしょ。melt the years。でもこっち、もし完全に to を完全に無視して、だをすぐくっつけたら melt the years, melt the years になっちゃう。まるで melt the という別の単語があるかのようにね、melt the という一つの単語があるかのように感じてまう。 melt the years、 これが melt the years、 まるで melt the って一つの単語みたいね。でも melt the years、 ここに一瞬息が止まってて melt the years というと、あ、これは melt the years と言いたいんだなっていうことがわかるわけですね。さてと、次いきますね。もう一遍ちょっと戻りますね。待てよ、 as they and じゃなくて as they melt the years away ですね。ちょっと待ってね。歌詞には何て書いてあるかな。ネット上の歌詞、As they melt the years away。ちょっと待ってね。あ、ここにも書いてありますね。あるサイトによると、As they melt the years away ですね。As they、僕最初、and they melt the years away かもと思ったら違いますね。As they melt the years away ですね。As they melt the years away. だから、As they melt the years away. もう一回行きますね。はい、ここはいいですよね。Every sha la la la, every wo wo. これもいいですね。Still shines, still shines. 最後の図はかすかだけどもちゃんと言うんですよね。これもね、日本語式に every
Every shingling ring って言うとなんか全然綺麗じゃないですね。Every shingling ring。L の発音は L ね。Shingling ring。Shingling ring。しかもね、シュ、シュという発音はね、日本語のシ、シ、シとは違うんですよね。厳密に言うとね。shut shut こんなこと言い始めるとちょっと待ってください。時間がいくらだったの？今9時か。もうちょっとだけ shut 英語の shut とか shu の発音ね。 shut shut 英語の shut shut 日本語の shut shutシャット、日本語のシャット、あるいはシャツを着るといえばシャツ、シャツ、シャツと言いませんね。でも英語式に言うとシャットとかシャットとかね。 She She is beautiful. She She じゃないんですよね。日本語、日本語ネイティブの人はよく She She って言っちゃうんですね。じゃなくて She なんですよ本当は。She, she is beautiful. Ship, あの船 ship, a very big ship. ね、she is beautiful. Very big. Shut the door. Shut the door. Shut the door じゃないんです。She is beautiful じゃないんです。She is beautiful が正しいんです。Shut the door が正しいんであって、shut the door であって、shirt, shirt, シャツ。シャートじゃないんですよ。シャートじゃなくてシャートなんですよね。シャツね。な、何がどう違うか。日本語はシ、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 シャ、シ、シュ、シェ、ショ。日本語はね。英語はシ、なんとなくね、っていう発音が混ざってると思ったらいいんですよ。っていう発音をしながらシを言うんですよね。そうするともううまくいくわ。シー、と言いながらシを言ってみてください。そうするとシー、シー、シー。こういう発音はね、ロシア語とかその隣の中国語によくある発音なんですよね。中国語とロシア語ではね、シャの発音とシャの発音を区別しないとダメなんですよね。でないと発、違う単語になっちゃう。シャ、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 この2つ発音違うんですよ。そして違う単語になっちゃうんです。発音区別しないとロシア語とか中国語が成り立たない。日本ではもうシャの方しかない。英語ではシャ、シャの方しかない。シャ、シャという発音はないみたいですね。英語にはシャ、シャ、シーとかいうね、こもったような発音しかない。だから、シャッ、シー、シーなんですね。まあ、そこら辺はまあ、日本語式にで言ってもまあ通じるかもしれませんけどね。でも、綺麗ですね。シングリングリング、シングリングリングって言った方が、シングリングリングというよりは、シングリングリングと言った方が綺麗と思います。そして、So fine ですよね。All my best memories come back clearly to me ですね。All my best memories, best memories が best memories。 この to は言ってないけども完全に消えてるんじゃなくて息が止まるんですね。だから best memories なんですね。 best memories, best memories じゃなくて best memories、 息が止まってるんですよ。Best memories, 息を止めてる。Best の後にパッと一瞬息が止まって memories だからね。Best memories なんですよ。もし完全に初めから to がなかったら Best memories, best memory というまだ一つの単語があるのかなと思ってしまいますね。Best memories, best memory じゃなくて Best memories ね。All my best memories come back clearly to me. Come back
clearly, come back clearly, come back clearly to me clearly という発音は L の発音がはっきりできていないとちゃんと発音できませんね。次いきます。Some can even make me cry. Some can even make me cry. これは問題ないですね。Just like before. これ。It's yesterday once more. 今度はすでに出てきたものですね。もうすぐ終わりですね。はい、これで終わりです。というわけで、今回の Yesterday Once More という歌は全て発音について解説終わりました。日本語訳とかね、それから文法とか、歌の意味合い、そういうものについては詳しく別のビデオで解釈、この Yesterday Once More についても1時間とか1時間半ぐらいかけて説明しました。別のビデオでね。だからそれよかったら見てください。今回のこのビデオではその Yesterday Once More の歌だけども発音だけを解説しました。それだけのために1時間半もかかりましたが、というわけで終わりますね。この調子でキャロリン・カーペンターズの歌は、170曲ほどすでに、日本語訳とか文法なんかについてすべて解説しましたけど、今は今日からね、一つ一つの歌の発音だけを解説するビデオをずっとこれから作っていこうと思います。これもできればね、170曲全部やりたいけどできるかな。まあ頑張ってみます。というわけで終わりです。